はい、皆さんおはようございます。ハリウッドスターを目指す男アレクサです。190名のファミリーの皆さん、本当に皆さんいつもありがとうございます。さすがに晴れてきましたね。もう朝めちゃくちゃ痛くて、もう痛み止めをですね、2錠もう飲み物がなかったんで、もう唾液で流し込みました。若干ちょっと落ち着いたんですけど、耐えます。はい、でですね、昨日、広告の掲載枠変えませんかっていう動画を上げたんですけど、今日ですね、ちょっとすごく大切なことをお話しさせていただきたいなと、思っていて、この広告に関してもですね、僕が本当にいつも本当にしつこいようにお伝えしている、個人の信用の取り扱いって、僕はめちゃくちゃ信用にやらなくちゃいけないと思っていて、例えばですね、僕がおすすめしないものを広告してしまうのって絶対に良くないと思うんですよ。例えば僕はもうお酒飲まないので、例えばビールとかワインの広告を掲載しても絶対説得力ないですよね。それとか、居酒屋とかそういったのもやっぱお酒も飲まないんで、やっぱ説得力ないですよね。で、昨日ですね、本当にありがたいことに、いろんな問い合わせがありまして、で、その、一つの問い合わせの、問い合わせが、風俗関係の、お仕事の方、どれだけこう掲載したいのかっていうのはちょっとまだわからないんですけど、どれだけそのパッションというかその本気度ですね。でもそれに関してもですね、もし僕が風俗にめちゃくちゃもう通ってますと、それだったらもう喜んで掲載ってしたいんですけど、もう僕自身がやっぱりもう行かないというか、もう僕、これは本当に僕の個人的な理由なんですけど、やっぱそれでちょっと借金がやっぱ作ってしまったっていうのもやっぱりあって、今そういった目先の娯楽とか目先の利益っていうのにはあんまり僕はお金使わないので、そこに関してもやっぱり僕がそういった広告を載せてしまうと、やっぱ説得力に欠けるなと。お金はそれで稼いだとしてもやっぱ信用を失っちゃうんで、それはどうなのかなっていう感じです。で、僕がですね、これから本当に僕間違いなく有名になっていくと思うんですけど、どれだけお金を積まれてもですね、やっぱり自分に嘘をついちゃいけないと思うんですよ。だってお金を稼ぐと並行して信用を失うことになってしまうんで、なんでグルメ番組とかもそうで、やっぱりお金をやっぱり積まれると、まずい食べ物でも美味しいって絶対言わなくちゃいけない。これだけ信用を失うことって僕はないと思っています。なんでこの広告に関しても、いや、お前ホームレスだからそんな選んでんじゃねえよって多分思う方いるかもしれないんですけど、僕は本当に3年前からいかにお金よりも信用を大切に扱っているっていうことをやっぱ皆さんにもう一回お伝えしたいし、僕はいくらお金を積まれてもやっぱり嘘をつく、信用を失う行為っていうのは僕はするべきじゃないと思ってるんで、そこに関してはですね、もう職業本当にもう何でもウェルカムっていう、本当に何でもありがたいんですけど、ただ僕が本当にいいなと思ったもの、実際に僕がやっているもの、例えば牛乳とか、僕牛乳大好きなんで、牛乳の広告とかも最高ですよね。牛乳とかアメリカンヴィンテージとか、こういったワッペンとか、あとはタンクトップ着てるんで、タンクトップとか、で、基本的に海にいるんで、海とかコーラとかマックとか、そこら辺の広告だったらもう本当に喜んで、お力にならせていただきたいなと思います。あとですね、もう一個あって、ここも大事なんですけど、僕は YouTube で広告収入を得ませんっていう発言を、以前したと思います。この本当の真相っていうのは、広告収入って基本的に、例えば会社があって、会社のこの商品を宣伝するために宣伝してくださいと、その代わりにお金を払うんで、これだとやっぱりこれからの社会情勢、例えばコロナウイルスとかもそうなんですけど、ああいったものにすぐ影響されて、会社の経営があまり良くなくなったら広告収入ガタンと落ちると思うんですね。 YouTube もそうなんですけど、これで生活していくのって僕はある意味一時的な利益だと思っていて、どっちかっていうと本当に僕は毎回言ってるダイレクト課金、こいつ面白いなとか、こいつになんかちょっとお金投げ銭したいなみたいな、そういう感覚でこの、広告掲載、もう、こういわゆる男気ですね、こいつなんか面白いからもう
投げるかと、お金投げようか、お金投資をしよう、投資しようみたいな、そういった感覚で、ここ掲載していただけると、やっぱり嬉しいです。もちろんその広告をしてどれぐらい効果が出るのかっていう、費用対効果的な、そういった、もちろんこれもビジネスなんで、そこもちろん大事なんですけど、こうネタとしてこのホームレスが Uber Eats のなんか変なバッグに変なカスタムをしてお金を稼ごうとして、それでハリウッドのチケットのお金を稼ごうとしてるみたいな、このネタを買っていただきたいです。はい、このネタを買っていただきたいですね。だからもう値段ももうやっぱせっかくやるからね、もう一発逆転と狙っと思っていて、もうなんか1ヶ月広告費100万とか、もうそういったものにしようかなと思ってます。なんか本当コツコツこれでお金貯めるのちょっとネタ的に面白くないし、なんかなんだろうな、ネタ的に面白くないし、なんかもっと面白みのある、やっててこうやりがいのあるような、なんかもっと滑りたいんですよね。なんでもう1ヶ月で広告掲載費それこそ1000万とか、もしかしたら世界の大富豪が投資してくれるかもしれないんで、その方が僕はネタになるなと思ってます。だから、もう一回まとめますと、僕が本当にいいと思ったものしか、基本的に広告として、掲載しませんと、なぜなら信用を失うことになりますんで。でもう一つっていうのが、もうネタとして買っていただきたい。もう男気で、もうこいつ面白いから、もう100万もうアレクサもう行け100万だみたいな、それとも男気でこの広告を買っていただきたいなと、思いました。以上ですね、ハリウッドスターを目指す男アレクサがお送りしました。それでは皆さん、失礼します。